いや、今年もね、早いですよね。これね、私1月ぐらいにもう思ったんですよ。1月の10日ぐらいに、いや、今年ももうちょっとで終わるな、みたいな感じですよね。で、売上的にはね、ビジネス的には私1月の10日までが一番売上高いと思うんですよ。あらゆる10日間を切り出してみても、あらゆる1週間を切り出してみても、それは速稼塾のセールスがある時でもあるし、まあ、なんでしょうね。そうですね、ここ何年間かは本当1月の一番最初に通帳記入行く時にブラーって何分も待たされるみたいな感じですよね、まあお金だけじゃないんですけども、でも潤沢な資金があると計画も立てやすかったり、こっちの方は捨て銭になってもいいかな、こっちはダメ元でいいかな、こっちは投資だからもし利回りが取れなくてもいいかなみたいな感じで、その結構ダメ元が挑戦できるんですよね。で、資金を投げておけばいいやつと、資金を投げた上に自分が活動しないといけないやつと、まあ資金は必要ないんだけども自分が活動しないといけない分と分けていったりとか、あとは根底にあるのは私はまあ家族に対してどのぐらい時間が割けるかなっていうことと、家族と一緒にいられない時間ね、例えば深夜から朝にかけて私一人で活動してるんだけども、その時に言ってみれば私の目の前から家族がいない状態、寝てる状態なんですけども、その時にどれだけね、私がいなくなった後の家族のためにできるかっていう、そういうふうな先回りする時間ができたかなと思いますよね。で、これね、別の動画でもお話したんですけども、人生を、ね、若い頃に戻りたいかっていうふうな質問を、まあお年寄りの方にねたくさんしたデータがあるんですけども、いや戻りたくないっていう方がちょっと多かったんですよね。で、それも理由も答えていただいて、それは私とね、ビタッと一致したんですよ。今も私ね、若い頃に戻りたいかって言われたら、実は戻りたくなくて、いや、今、結構いい年の取り方してるな、48歳、49歳、すごくよく過ごしてるなと思うんで、いや、20歳の頃とか、30代の頃戻りたいかなって、もちろん、体力とか、気力は十分みなぎってるけども、でもだからといって、その他のものがあるかって言ったら、あるのはね、希望と夢だけなんですよ。で、今はその希望や夢を一つずつこなしてきて、まあ具現化してるかなっていうところと、具現化したからこそ新しい、その具現化したものを踏み台にして、ね、新しい夢や希望が見えてきたなっていうことで、なんか戻りたくないかなと思ってるんですよね。